女一人の薄い腕でやっと支えた縄のれん、間口一軒奥行き二軒、狭い小さなお店だけれど何は育ちの、何は育ちの意地がある。もう泣きません。もう泣くまいと決めたのに、のれん外して一人になるとあの人のことを思い出します。夫婦のれんなどと噂されたあの頃の私は幸せでした。お金積んでも苦労は買えと、それがあなたの口癖でした。つてんかくの赤い明かりに、赤い明かりに届くほど。何かと大変だろって声をかけてくださる方はたくさんいます。それはそれなりにありがたいと思いますけど、今の私にはこの店を畳むことなど考えられません。人の情けにすがって生きちゃう、死んだあなたに叱られる。笑いながらも心で泣いて、生きる女の寂しい影にどこか似ている。どこか